江流炎上出勤初日サボり上司威嚇入社式が極悪な雰囲気記念撮影で女性らが不快拒絶元迷惑系 YouTuber エズマリュうが11日付で Twitter に投稿ご報告リオグループで無事入社式を終えました俺って愛されてんなと記したエズマリュうは就職活動に行き詰まった後に 知名度を武器に月収100万円無断欠勤 OK などの条件を掲げて採用希望の企業を募集2月24日の投稿で福岡でキャバクラなどを展開する企業の広報担当として雇用されたことを明かしていたしかし入社式の写真は江妻流を囲むように座っているキャバ嬢や広報の男性社員らも険しい表情を浮かべており険悪な雰囲気となっている みんな嫌そうな顔してる、1人だけバチガい、みんなすごい不機嫌そう、と突っ込むコメントが集まり、俺以外笑ってないとか当たり前やろ、有名人を目の前にしたら誰だって緊張するし笑えないだろうが、と主張している8日付では、朗報、初日から仕事をサボりました、とツイート、リオグループさんからは毎月100万円。 もらってるけど無断欠勤したいしだるいときは休みたいじゃん。俺は昔から仕事が続かんしこれぐらいで驚かないでほしいです。と記した。企業側との LINE 応答の画像もアップし、江島竜が突然、休みたい、面倒くさくなっちゃったんですよね、と申し出ると、そんな理由で、わけもなく初日から欠勤は社会人として許されないよ。 よく考えてて行動して欲しいですと諭されている江島竜が「無断欠勤 OK は勤務条件だ」として今回は連絡もわざわざしてますあまり言われるのであればオーナーに言いますと主張欠勤は認められたが人としてそんな理由で休むのはどうかと思います 考えてほしいですと再び諭されており、約1000件のコメントが殺到し、人として終わってる、これはヤバすぎる W と非難を浴び、炎上していた。以下は、ネチズンンののコメントをまとめたものですこのように一般的には許されないようなことを平気でやっている江島氏は次第に追い込まれていくように思える。 本人はまるで人ごとのようで気になる素振りさえ見せないがかなり問題だと思います世間に対して毎回のように反感を買うようなふざけたような発信ばかりで現実社会ではこの方に対して良い印象を持つ人はおらず怒りや憎しみを蓄積させている人が一定数いるはずです今は大丈夫でしょうがこの先になってこの方に降りかかってくるリスクがあまりに大きいように思えてなりません これが彼の宣伝方法だから、十分宣伝になってると思います。こうやってネット記事になることが彼のやり方なんだから、記事にしないのが彼の価値を下げる一番の方法だと思います。休みたいときに休む、月100万円、条件がそうならしょうがない。ただ宣伝効果がそれに見合うほどあるのかどうか、逆に、こんな企業。 信用できないと思うところも出てくるだろう雇用を継続するかどうかそれはオーナーの判断我々ガイアがとやかく言うことではないただこの人につきもののトラブルはそろそろ起きそうだこれを含めた一連の出来事が雇った企業の目論みかな